こんにちは、ハッスルジャパンです。今回は動画配信サービスのネットフリックスとディズニープラスが低価格広告付きプランを導入する話題についてお届けします。ネットフリックスは7月13日、マイクロソフトと提携して広告付きのストリーミングサービスを始めることを発表しました。一方、ディズニープラスも先日、広告付きサービスの開始を発表しました。サブスクリプションモデルの成長の限界を受け、新たな事業モデルの模索が行われています。ネットフリックスは、2023年4月に既存の3つの料金プランに加え、新たに広告付きの新プランを導入することを発表しました。7月13日には、同社はマイクロソフトをグローバルな広告のテクノロジー及び販売パートナーに選んだことを報告しました。同時に発信されたマイクロソフト側の発表では、今回の新プランの導入は、消費者に新たな選択肢を提供するもので、マイクロソフトを通じて広告を出したい企業にとっては、ネットフリックスの視聴者へのアクセスを可能にするものだとしました。また、ネットフリックス上の広告は、すべてマイクロソフトのプラットフォーム上のみで存在する限定的なものであるとのことです。同社の第2四半期の業績報告レター及びインタビューによると、広告付きの新プランは来年初頭に導入開始される予定になっています。すべての市場において一斉に導入するのではなく、広告費が大きい市場からスタートされます。また、消費者の反応を見つつ、改善を加えながらロールアウトをしていくと同社は説明しています。広告付き導入の背景には、ネットフリックスの会員数の減少、パスワードシェアによる機会損失、ストリーミングサービス市場における競争の激化などといった課題があります。今回、マイクロソフトが広告付きサービスのパートナーとして選ばれたことにより、マイクロソフトによるネットフリックスの買収可能性もあるのではないかという憶測も持ち上がっています。ネットフリックスの空権チーフプロダクトオフィサーのグレッグ・ピーターズは、業績報告のインタビューにおいて、マイクロソフトは広告展開におけるパートナーであり、現状はそれ以上でもそれ以下でもないといったような見解を示しました。また、ネットフリックスの広告付きサービスは、既存のテレビの広告とも根本的に異なるものだと主張しました。ネットフリックスに先駆けて、ストリーミングサービスの競合の一つであるディズニープラスも、広告付きプランを導入することを発表しています。新サービスの詳細などは明らかになっていませんが、まずは年内に米国市場から導入開始し、その後、他国市場での展開を進める予定となっています。広告付きのプランの導入によって、ネットフリックスもディズニープラスも、既存顧客の維持ではなく、新たな市場の獲得を狙っています。ディズニーメディア&エンターテイメントディストリビューションの会長カリーム・ダニエルは、低価格で、より多くの人々へのディズニープラスのアクセスの拡大は、消費者、広告主、そしてコンテンツメーカーすべてにメリットがあるとコメントしています。ディズニープラスは、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル・ジオグラフィックといったコンテンツブランドを内包するほか、Hulu と ESPN プラスとのバンドル配信プランも提供しています。ディズニーは、コンテンツを充実させるとともに、より低価格なプランの導入によって、2024年度までに 2.3 億、2.6 億人の会員数目標を達成させたい狙いです。競争が激化するストリーミングサービス市場ですが、広告付きプランの導入は、今後さらに加速する見込みです。様々なサブスクリプションビジネスが増加する一方、消費者が購入するサービスの数は限られており、目当ての番組を見るために、一月だけ購入して退会し、また入会といった使い方をするような会員も存在するようです。サブスクリプションモデルの成長の限界を受け、ストリーミングサービスを含むメディアは、今後ますます、収益源の多様化と事業モデルの模索を求められることになりそうです。